北東グリーンランド国立公園の場所北東グリーンランド国立公園とは、グリーンランドの北東にある世界で最大かつ最も北極点に近い国立公園である。1974年3月22日に設立。1988年に公園面積が拡大されて、現在の97万2000平方キロメートルとなった。気候は極めて寒冷である。 動物賞としては、ジャ邪ウ牛がおよそ5000から1万5000頭、生息していると考えられているほか、多数の生打ちと北極マが生息している。訪問手段が飛行機で行くしかないため、規模と知名度に対し、来訪者は多くない。ザックンバーグ基地湖の国立公園内に定住している人は現在いない。1986年には40名がメスターズビグに定住しており、 その他機には400の場所が利用されていた。この40名は採掘調査に携わっていたが、調査地での活動が終了されるとこの40名の定住者は国立公園を離れた。以後の国勢調査では定住者は0名とされている。現在は31名及び110匹の犬が以下の地点で越冬して暮らしている。サミットキャンプを除いて全て海岸沿いに位置している。 下記には科学者が訪れるため、滞在者数は増える。調査基地0には20名以上の科学者が滞在できる。ありがとうございます。